前かの MV 更新されたんですか？昨日かなんかに見せてもらった。めっちゃ良かった。なんかマイカってさ、演技してる感がないというかさ、すごく自然体じゃないですか。演技をしてるんだよ、もちろん。でもなんか、なんだろうな、マイカって透明だから、すごくいい意味で、その白いというか、何色でもどんな役でも染まれる気がするんですよね。なんかさ、あるじゃん、そういう人って。なんかこの子がこの役はちょっと笑っちゃうなみたいなのあるじゃん。それがなんかマイカにはないというか、わかりますか？そこが私はすごい好きで、もう一個やってるじゃないですか、男の子役と二役やったやつ。あ、そう、スクリーンテストの方。そう、そっちもさ、いろんな役をやってるわけじゃん。でもさ、どの役やってもなるほどというかさ、納得できるというかさ、そう、それってマイカの持っている天性のものプラス演技力、どっちもなんだろうなって、どっちもが兼ね備わった時にそうなるんだろうなっていうのがあって、そう、そこがすごいな、なんか尊敬するんよな。でもさ、なんか言ってたじゃん、ライバルはみたいな話をしてたんですよ、そのスクリーンテストの方でね。その時に、私には絶対できない仕事を他のメンバーもやってるからみたいな。めっちゃその通りだなって思うんですよ。だって私が逆にそういうことやってくださいって言ったら、無理ですってなるもん、正直ね。無理ですって言っちゃダメだけど、難しいなってやっぱ思っちゃうんですよ。そう、でもやっぱ私にしかできないこととか、野球のこととかってなると、私ってなるし、なんかそういうね、なんかこのこと言えばみたいなのがあるじゃないですか。例えば服のプロデュースとかだったら、私は絶対に向いてないと思うし、だからミリニャがプロデュースしてるのを見るとすごいなって思って、私も着たいなって思うし アニメとかをすごく語れるのはイオリとかさ、ゲームだったらキアラとかさ、ね、もし池だったら渚とか、イラストとかね、花ちゃんとか、いっぱいあるじゃん。人それぞれに合った仕事が結構イコラブって全然違うから、そう、まあ、人数も人数ってのもあるんですけど、かぶらないからあんまりね。そう、だからまあすごいマイカの言う通りだなって思うんですよね。私ができることは私が広げていけばいいし、それがイコラブの良さにつながるから、いろんな方向性でいろんな各所でそれぞれが広げてイコラブに持って帰られるってすごい素敵だなって思うから、私はそれで全然いいって思う。運動のメンバーもいれば、元気なリアクションとかさ、そういう超バラエティみたいな感じのメンバーもいればとかさ、いろんなキャラクターがいた方がさ、広がる道が増えてるわけだから、なんかそれで私は全然いいと思うんですよね。すごいマイカの言う通りだなって、イコラブっていいなって、スクリーンテストを見てて思いました。